C54 型蒸気機関車は1931年に製造された日本国有鉄道の赤幹線旅客列車用中型テンダー式蒸気機関車である。1928年で製造終了となった C51 系の後継機である C53 型は自長、軸重ともに大きく東海道本線や山陽本線といった幹線にしか投入できなかった。 また、前世代の艦船用機関車である C51 型も同軸銃が、オ船前提で運用可能線区に制限があり、8620型などの在来機では牽引力が足りず輸送力が不足するものの C51 系の導入が困難な平線規格の、赤か線で輸送力を増強するには、軌道強化により、平線からオ船へ規格向上を実施して、 軸重15トンクラスの協力機の投入を可能とするか、さもなくば、C51 型と同等の牽引力を備え、なおかつ同軸重を1ランク落として14トン以下に収め、平線規格の路線でも運用可能とした軽量級パシフィック機を新規開発し投入する必要があった。もっとも、本形式が設計された1931年前後の時点では、 昭和強行のため国家財政は極めて深刻な状況にあり、前社の手法をとって全国に張り巡らされた赤ん線各線の線路規格を底上げするのは新線の建設にあたって、平線よりさらに低規格な簡易線規格を制定せざるを得ないほどに厳しい財政状態の下ではあまりに非現実的であった。そこで後者の手法が選択され、平線で 運用可能な C51 系の後継、派生機種が申請投入されることとなった。各種で C51 型を設計した朝倉貴一の時期弟子である島秀夫を設計主任として本形式が開発された。C51 系の基本構成をほぼそのまま踏襲する。従って三感動構成で蒸気ドームを大一感動に乗せ、 一軸時代車で指示される、高架質を組み合わせたストレート型キセル式ボイラーを備える、軸配置4から6から2あるいは 2C1 の加熱式、短式2気筒テンダー機関車である。本形式が設計された当時は、夜勤技術の向上等により、ボイラー性能も向上した時期で、その成果を採用し、使用蒸気圧力を 13kg、平方センチメートルから 14kg、 平方センチメートルへ向上した。その結果、C51 型と同等性能としてもシリンダー系を縮小することが可能となり、合わせて全体的に軽量化されている。もっとも、ボイラーの各部寸法そのものは C51 系のそれを踏襲しており、ひどこ面積やキセル寸法、本数などはすべて C51 型と同一値となっている。一方、 C51 型での長期試験の成果を反映し、日本の機関車としては、初めて除、煙板を申請当初から装備するようになっている。同輪系は、C51 型や C53 型と共通の 1750mm である。もっとも、C51 型で節損、タイヤ変形などのトラブルがあった車輪については、 各車輪のスポーク本数を17本あるいは18本から19本へ増加し、強度向上が図られている。C51 型では、本章式給水加熱装置が心臓後に後付けされたため、ボイラー演出部直上の煙突後部に搭載されていたが、これは保守状点検に不便であった。このため、D50 型などと同様に、 フロントデッキに給水加熱装置本体が搭載されることになったが、端張りから前へ突き出すような位置関係となった。また、煙突も C51 系の化粧煙突ではなく、テーパー付きの簡素なパイプ煙突となった。このように、C51 型と比較してその基本仕様は概ね、踏襲されているものの、除、煙板の追加と合わせて外観面では、 C51 型とは大きく異なる。もっとも続く C55 系以降と比較すれば、リベットが目立つことや、C51 型よりも間隔が狭められたものの、蒸気ドームと砂箱が独立した規制に収められていること、それに C53 型や D50 型と共通設計の大きなキャブを取り付けていることもあって、精神な造形と古典的な造形が混在する。 いかにも、過渡的なデザインとなっている。なお、汽笛は、従来の3室式から5室式に変更されており、音の面では新世代を印象付けるものとなっていた。テンダーは、C53 型と共通で、石炭12トン、水17立方メートルを、積載可能な12から17型を連結する。大枠はすでに9900型や C50 系、それに、 C53 型などで強靭な 90mm 厚圧円構材による防大枠の採用が始まっていたにもかかわらず、C51 系の板大枠を踏襲している。本形式においては、設計段階で軽量化を目的に無理をした結果、この大枠に強度不足の箇所があり、後年大枠亀裂で車両寿命を著しく縮める一因となった。車製造、川崎車両の社により、 1931年に17両が製造された。その状況は次の通りである。しかし、この初回生産分の車両が各地に配置され収益すると空転多発の癖や原因力の不足を露呈し、乗務員から不評が殺到する事態を招いた。その根本的な原因は、角の軽量化による同軸重の不足と、それに伴う粘着力の不足であったとされる。 さらに、平線向けに軽量化を行ったにもかかわらず、実際には、軸重の重い C51 型と共通という、軽量化の意味がない不可解な運用をされたことが大きい。本形式は1930年度に発注された17両のみで、製造終了となった。そのため、アカン,ン向け旅客用蒸気機,機関車の増備は、日本経済が、 昭和強皇以前の水準まで回復した1935年以降、本形式の失敗を教訓として全面的に改め設計した C55 型が後継形式として生産されることとなった。新造時には青森、仙台、秋田、宇都宮、高崎、水戸と東北本線、大宇本線系統を中心に担当する東日本の各機関区と、 当時北陸本線を担当していた西日本の梅工事機関区に分散配置され C51 型と共に優等列車を中心とする運用に充当されたが前日のような経緯から1935年以降は全車が福知山機関区に集中配置され戦後まで山陰本線、福知山線、万端線で使用された もっとも、ここでも少数配置ゆえの保守の困難さや、国鉄正式無式では本機のみに採用された、米国流の板式し機関道順が走行中の振動で、亀裂を生じやすかったこと、あるいは主題枠の強度不足による亀裂が頻発したことといった構造面での問題などによって早期に、廃車対象となり、状態不良で、長期級車を経て百四十八年一月十八日付で、 除籍された C54-13 を皮切りに、1950年代前半の段階で、すでに半数以上の給料が、謝礼25年を待たずして廃車され、それ以外も福知山鉄道管理局管内で、長期急車状態となっていた。しかし、この時期の国鉄では、蒸気機関車の新製造日が終了していた一方、未だ本線用ディーゼル機関車は開発されておらず、 全国的に旅客列車券引用として軽量級パシフィック機の旺盛な需要が存在した。それゆえ C55 型や C57 型、そればかりか老朽化した C51 型ですら低くて、あまたでこのクラスの機関車は慢性的に不足状態を呈していた。福知山区では1952年本形式の保守難で大機として C57 型の転配を求めたが、要望が通らず、1953年3月から5月にかけて、秋田機関区、横手機関区からの転配で、逆に、本形式よりも状態の悪い c 5 1三5 3 1 5 6 2 6 0を押し付けられて、ますます運用に急することになった。そこで、1954年1月に当時、 国鉄本社の運転局者向かで機関車運用を決定する立場の総括補佐の地位にあった西尾玄太郎が福知山鉄道管理局長で機関車に精通していた今村一郎と協議し、旧車中の本形式各社の中から状態良好者を選出、高取工場で再整備、修繕して運用に充当することが決定された。 1957年までに残っていた8両が、順次旧車から復活して、延命、再び、山陰本線、福知山線、万丹線で運用されることとなった。これに伴い、京都駅や大阪駅にも、旅客列車牽引で直通している。1957年復活組の C545.68.12 は、宮津線に投入しての8,620。 経代隊が目論まれたが、同線での思想の結果、レール応圧が大きすぎることから運用を断念。福知山区所属のまま、山陰本線で1953年点廃組の老朽 C51 系廃車目的で運用された。もっとも、これら8両についても1959年に万端線で起きた脱線事故で C54 号が脱線大破して除籍となり、 C5412 も1960年11月15日付で除籍された。さらに残った6両は浜田機関区に転出して山陰本線西部地区で使用されたものの無塩化の進展で余剰となると状態の良い C51 型よりも早く到達の対象となり北陸本線の電化工事が金沢まで到達した1963年に 同線配置の C57 型が余剰となって、浜田機関区へ順次転属となったことなどから、これらと代替される形で、同年10月3日に最後まで残った6.8、10.11、15.17が一斉に廃車されて、形式消滅となった。全体の製造量数が17両と少なく、性能面でも芳しくなく、また、全車廃車の時期が1963年と比較的、 早い時期であったことから、廃車後はすべて解体処分されており、保存期は解無である。これは、日本国鉄で第二次世界大戦後まで運用された、日本製の心臓正式蒸気機関車形式としては、唯一で現役時ばかりか、廃車後までも不遇であった。そうした境遇から、鉄道書籍において、本形式が語られる際には、避運の、発行の、といった悲観的、 同情的な形容をされることが多い。前述の通り状と払い下げ、保存されたものは皆無であるが、C546.17 のナンバープレートが現存する。大津市遊びの森 SL 公園で保存の C57128 には C544 の先話が使用されている。国鉄において54が意味数だとされることがあるが、これは DD54 型、ED54 型、EF54 型など54の付く形式の機関車が同時期に製造された他形式と比べ成績が不調であったり保守の問題から早期に廃車される傾向があったからだとされる。この C54 型もまたその例として取り上げられることがある。ありがとうございます。